こんにちは、まさやん6494です。今回はですね、長野県在住の、40歳女性の方とそのお子さん3人かなの4人がブルセラ症という感染症に感染したことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、まず客観的な意見として、ブルセラ症をパッと見て、私は分かんないんですけど、セーラー服の、写真とかが写ってこれだと思ったっていうのがあったんですけど、まあ、私にはどういうことかちょっと分かりません。はい、っていうことと、あとなんだろう、結構危険なやつだよねっていうこととか、今の時代ブルセラ症かかるんだとか、そういうことですね。あと結構詳しい内容を書かれている方とかいらっしゃる感じですね。そんな感じかな。はい。でですね、まあ自分の気持ち意見としては、まずですね、全く関係ないんですけど、この今着てるシャツですね、ナイキのシャツなんですが、ちょっとあんまり気にしないでください。普通に着てるだけです。いつも普通に、黒い服とか着てるんですけど、はい、ごめんなさい。ということでですね、ブルセラ症は全く知らなかったですね、その病気について。見たところ、人とか普通にペットとか犬とか猫とかに感染するらしいです。でですね、感染して普通に何だろう、乳製品とかにも結構感染っていうかするらしいです。あと何だろう、飼ってるペットとか、まあ、歩いてる犬とかにもうつるしっていう感じで、症例的には2症例目みたいですね。はい。で、あとは、なんだろう、2症例でしょ？あと、痛みとかは、熱が出るらしい。38度くらいの。あと、関節痛だったりとかですね。まあ、あとは、まあ、その他もろもろ。この2つが代表でいいかな。で、あと、まあそんな感じですね、基本的に。なので、まだそんな広まってないみたいですが、ただ、母親の女性40代の方から子供に移ってるので、完全に。なので、感染力はまあまああるんじゃないかなと思いました。はい。なので、まあ今のところは、さほどだけど、ただ結構感染力があったりとかで、ちょっと見たらなんか兵器に使われそうになったみたいな話がコロッと映ってたので、まあそれはどうなのかなっていうところがちょっと気になるところですね。まあ、そんな感じです。なのでまあちょっと怪しいなと思ったらすぐ病院に行かれた方がいいですね。あと行くときはマスクっていう感じですね。はい、ということでですね、今回は広島県で、40代の女性とお子さん3人が、合わせて4人がブルセラ症にかかったということについてお話ししていきましょう。では。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。